敵と思われる熱源接近、迎撃ミサイル粒子弾散布、包囲行動4に敵艦艇捕捉、 AEM 散布、戦闘ブリッジ完成変換、アクシズの大佐に連絡。そうか、来たか。整備終了と同時に点火だ。進路を修正する時間はまだ十分にある。ロンドベルにここは触らせんよ。当てにしています、総帥。やめてくれ、私はパイロットの方が好きだ。あそこがアクシズ、大佐がいる。意外と早かったな。あれか、ファイルの中に核があったのか。アクシス、行け。忌まわしい記憶とともに。はあ、来たか。アクシスに火がつきました。地球に降下開始です。モビルスーツ部隊の戦闘中域に突入。モビルスーツ発進、第3波ミサイル発射。第4波の本命は少し待てよ。ダミー放出、同時に回避運動用意。第3波か。これが本命と思ったが、核ミサイルは一発だけか。やるな、ブライト。ナナイ、早く来てくれよ。アクシズを捕捉。さすがにロンドベルは早いな。あんな強化人間に仕事をやらせるシャアの魂胆が分かんないんだよな。モビルスーツ第2波発進終了後もさらに30秒艦砲射撃をする。以後敵モビルスーツ部隊と接触予定。各員の健闘を祈る。あいよ。レズン、出るよ。援軍が来ているが、出ていいのか。モビルスーツ部隊の第2波は出ろ。艦隊は直縁部隊で持たせる。頼む。ケーラたちはもう前に出ているし、アクシズの足を止める方が先決だ。負けているな。敵艦隊の中核に打撃を与えてアクシズの足を止める足場を作るか、艦隊を無視してアクシズの核ノズルそのものを撃破するか。というわけにはいかなくとも。こっちは立て続けの戦闘で油が乗っているよ。ロンドベルなら鈴を鳴らしてりゃいいんだ。大佐、大佐はどこだ。あそこ、プレッシャーか。こいつら核ミサイルじゃないか。こいつらが、ファンネルたち、一番熱量の高いミサイルだ。あったれー。やった、核が阻止された。シャアにこんなパワーがあるのか。
いや違うな、これはすごい大佐。ギュネイが敵の核ミサイル軍を阻止してくれた。あれが強化人間の仕事だ。大佐、ナナイが私をぶったのよ。暴力はいけないな。ナナイには言っておく。クエス、パイロットスーツもなしで。本当だね、ナナイを折檻してやって。ああ、本当だ。なら、少し働いてくる。調子に乗るな。でも実戦の怖さは体験しなかったようだな。怖さ？ああ、気持ち悪かったわ、それだけよ。なのに、ナナイは優しくなくって。それで私のところに来たのか。大佐、その感じ方、本物のニュータイプかもしれん。いい子だ。リモコンできなければ直接射撃すればいいでしょ。いや、しかし私がやるわよ。チェーンさん頑張ってんだ。おコントロールセンターからリモコンできんのです。来た。ニュータイプだ、強化人間だって。艦隊の足を止められなければさ。よく見つけてくれた。込みすぎじゃないのか。なんだ、左上に鋭いものを感じる。あそこだ、行け。まだ。この一気でアクシズをやるだと。そこだ。刺激できる。そうすればアクシズを地球に落とす作業を阻止できて。やらせん。偉そうな格好で。お前みたいなガンダムもどきが。即死させるな。痛めつけて捕獲するんだ。は最後まで残せよ。こいつは利用できるんだ。何なの、遊んでるんじゃないの。ケーラ、やめろ。来たな、プレッシャー。アムロか。それ以上接近すればこのモビルスーツのパイロットの命はなくなる。脱出コックピットが始動しない。
そのガンダム、このモビルスーツのパイロットを殺すぞ。アムロ、敵の動きは止まっています。狙撃してください。逃がさん。アムロってんだろ、ガンダムのパイロット。光音声。ガンダムを放置すればこのパイロットを返してやる。どうした、早くしろ。ニューガンダムを手に入れたら、それこそ俺はいつだってシャアを倒してクエストを手に入れられる男になれる。やれよ。抵抗しようっていうのか。投降サインを出してライフルを捨てろ。私に構わずに。やめろ、パネルを外す。ふざけるな、放熱板が何だってんだ。アムロは殺せ。また。あ、抵抗したな、アムロ。このギュネーガスの警告を無視したから。シャアの塊。俺はギュネーガスだ。何？第一波は引き上げたようだ。私、パンクしちゃう。この子は戦場の全ての動きを感知している。私、敵をみんな殺さなきゃ。アンチミサイル粒子弾、大事に使えよう。了解。加速班、敵モビルスーツは。敵モビルスーツの交代確実。味方モビルスーツ順次収容。固定アタッチメントが使えると思うな。ワイヤーだ。ケイラが後部ハッチです。アストナージ来るな。アストナージ来ないでくれ。アムロ、ケイラが見ちゃダメだ。ケイラ、そんな何なのだ。元の形ではないから。ケイラの体のボリュームではないから。ケイラじゃない。アストナージ。ケイラ、サラダを一緒に食べるんじゃなかったのか。運べ、アストナージを抑えて見せるな。ケイラが、ケイラ。チェン、どういう殺され方をしたの。ケイラは苦しんだ。そうでしょうね。こんなことをさせたシャアを仕留めなければ僕は死ねないな。やめて、そんな言い方。そんなんじゃ、戦う意味なんてないわ。そんなんじゃ